租税法、または税法とは、租税に関する法律の全体の総称である。ドイツ、アメリカ等では、第一次世界大戦後、日本では第二次世界大戦後、解決を要する法律問題の増大を背景として、展開した。これは、福祉国家の名のもとに、財政需要が拡大し、大衆課税が浸透した結果、租税をめぐって、 国家と国民との間の緊張関係が高まり、総称が急増したためである。とりわけ1990年代以降には、大型訴訟が相次ぎ、社会的需要の大きさが認知された。今日では、私的取引との相互関係をより重視する、機能的な体系や、公共経済学やファイナンス理論の知見を活かした、見方を前面に押し出すものが有力になっている。租税法は、 大きく租税法除説、租税実態法、租税手続法、租税訴訟法、租税処罰法の5つに分類される。また、上記区分のほか、租税実態法、租税手続法の2つに対別する考えや、租税実態法、租税手続法、租税処罰法の3つに対別する考えがある。国家と国民の間の租税を取り巻く法律関係を租税法律関係といい、 租税法学は租税法律関係の体系的、理論的研究を目的とする法文やもされる。租税法律関係の性質については、その関係を権力関係と見る租税権力関係説と債務関係と見る租税債務関係説の2つの学説が対立している。ドイツでは1926年3月30日の ドイツ国法学者協会において、広報の概念構成に対する租税法の影響というテーマの下に、アルベルト・ヘンゼルが租税債務関係説の立場に立った報告を行い、オットマール・ビューラーが租税権力関係説の立場に立った報告を行ったことにより、この二つの学説が明確化し、対立することとなった。 租税法律関係は、いずれかの学説に一元的に制し続けることは、適切ではないが、日本の租税法学においては、租税債務関係説を中心として体系化している。租税法律関係の中心は、常実のように、債務関係であるが、以下のような司法上の債務関係と異なる特質を持っている。租税法全体を支配する基本原則として、 日本国憲法第30条及び日本国憲法第84条に規定された課税権の行使方法に関する租税法律主義と日本国憲法第14条に規定された法の下の平等に基礎づけられる租税公平主義の二つが挙げられる。ただし、地方税及び関税については租税法律主義の例外となる。地方税については 日本国憲法第92条及び日本国憲法第94条に規定された地方自治の課税権を認める自主財政主義が基本原則として挙げられる。関税については関税法第3条により条約の定めによることが認められている。日本の租税法の方言は憲法、法律、政令、省令、国事、条例、規則等の国内方言と 条約等の国際方言がある。なお、下記のものは方言とされない。また、アメリカの租税法は、連邦政府が課税権を有しており、さらに各州政府は、連邦政府と別に独自の課税権を有し、軍等の地方自治体政府も、州政府の許容範囲内において課税権を有している。アメリカの連邦税法の方言には、内国歳入法、規則、個別通達、 判例、条約が挙げられる。連邦制のもとで、修税については、州法が起立する。租税法の効力が及ぶ範囲については、地域、人、時間の三つの観点がある。租税法は、国民の財産権の侵害規範であり、租税法律主義の原則が働くため、その法解釈は原則として、法文に基づく、分離解釈とすべきで、類推解釈や、 拡張解釈を行うことは許されないとされる。ただし、分離解釈により、規定内容を明らかにすることが困難な場合において、その趣旨、目的に照らした、目的論的解釈を行うこととなる。租税法の解釈原理として、インズビオプロフィスコと、インズビオコントラフィスカムという二つの見解がある。前者を主張する者はおらず、その解釈原理も成り立たない。 後者については、法文の意義について疑わしい場合に、その解釈することを放棄することは、その法を適用する者の,の義務を放棄することであり、租税法の解釈原理としては成り立たないとされるが、租税法の解釈に関して一つの法令に対し、複数の解釈が成り立ちどちらかを選択する必要が出た場合には、租税法律主義に反していることになりその規定が無効となるため、 結果的に後者の解釈原理が成り立つこととなる。1976年末に廃止された西ドイツの旧租税調整法の第1条第2項では、租税法律の解釈にあたっては、国民思想、租税法律の目的及び経済的意義、並びに諸関係の発展を考慮しなければならないと規定されていた。この租税法の解釈にあたって、 経済的意義を考慮しなければならないという考え方は経済的観察法と呼ばれる。租税は市民生活秩序を前提とする私的経済取引を対象とするものであるため、租税法ではそうしたものを対象とする他の法律の用語や概念を用いて規定することも多く、租税法で用いる概念には借用概念と固有概念の2種類がある。借用概念とは、 他の法分野で用いられる概念を言う。借用概念については、それを他の法分野と同じ意義で用いるか、租税法の立場から異なる意義で用いるかが問題となる。ドイツでは第二次世界大戦後原則として同じ意味として解釈するべきであるという見解が支配的である。日本では統一説、独立説、 目的的合説の三つの見解が対立しているが、租税法が他の法分野の概念を取り込んで用いている以上は、本来の法分野の意義を知っていることが前提となり、法的安定性の見地からは、異なる意義を用いる、胸の特別の規定がある場合を除き、原則として、本来の法分野と同じ意義に解釈することが、好ましいとされる。固有概念とは、 借用概念に対する租税法独自の概念を言う。固有概念は他の法分野とは無関係に租税法独自の見地からその意義を決められる。ただし固有概念の意義は客観的に捉えられるものでなければならず課税上の合理性が存在しない固有概念は日本国憲法第14条等に違反するため無効とされる。租税法を 研究対象とする学問である、租税法学は実用法学的方法と法社会学的方法を併用して研究される。第二次世界大戦前においては行政法学論の一つとして法学的研究が行われていた。戦前の代表的な研究者に田中克次郎や杉村明三郎がいる。第二次世界大戦後、シャウップ韓国によって、 大学の法学部に、租税法の講座を設ける旨の勧告がされ、東京大学と京都大学をはじめとして、本格的な研究と教育が開始され、行政法学から独立した法学の研究領域として発展した。租税法学は法学の一種であるが、租税に関する現象は、様々な社会現象と交錯しているため様々な学問分野と関係を持ち、 特に次の研究分野などと深い関係を持つ。国際的な経済活動、経済取引に対する課税を国際課税といい、国際課税に関する法律を国際租税法という。国際租税法には貿易や投資などの国境を越えて行われる取引に関する国内法のほか、租税条約や外国の還元法令も含まれる。国際租税法は、 適正な課税の実現を行わなければならないとされており、適正な課税とは円滑な国際取引の障害にならない課税というだけではなく、世界的効率、国際的公平、納税者間の公平といった理念に沿う課税でなければならないとされる。課税権は国家主権の重要な要素とされ、国際法上においても主権国家の課税権を制約するものはないとされる。 そのため、基本的には、国内取引と変わらないが、一切の調整を行わなければ、国際取引では一つの取引に対して、複数の国が課税を行うこととなってしまう。そのため、各国は、国際的二重課税を回避し、国際的な課税秩序の確立のために、国内法の規定や租税条約の締結などにより、課税権を調整する。 また、国際的経済活動においては、資金洗浄やタックスヘイブンなど、各国の法令や制度の相違を利用した国際的な脱税や、租税回避が行われることが多く、その防止策として、国内法や租税条約において、措置を講ずることが必要となる。国際租税法の方言としては、自国の国内法、租税条約、外国の国内法、国際法の4つが挙げられる。 日本においては、国内法については、外国税額控除制度、過少資本税制、移転価格税制、タックス平分対策税制などを規定しており、租税条約については2020年11月1日時点において65本の租税条約が74の国、地域において適用され、それを含めた78の租税条約等が141の国、地域において適用されている。 法律や会計に関する資格試験においては、租税法の科目が設けられているものがある。司法試験においては、選択科目の一つとして、公認会計士試験においては、論文式試験の一科目として、租税法が設けられている。税理士試験において、租税法という試験科目はないが、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、 国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税の9科目を総称して、税法に属する科目と呼んでいる。通関史試験において、租税法という試験科目はないが、科目の一つに、関税法、関税定律法その他関税に関する法律及び、外国為替及び外国貿易法がある。個別の租税法の内容は、 他の独立した記事で説明することになるので、当記事で取り扱う内容は主にこの部分に関するものが中心となる。一般に、政令は思考令、省令は思考規則と呼ばれる。ただし、1964年以前は政令を思考規則、省令を思考最則と呼んでいた。ただし、通達に基づいて、 課税処分が行われた場合であっても、その通達の内容が法律の正しい解釈と合致している場合には、法律に基づいて行われた課税処分とされる。旧ドイツ租税調整法は、1977年の租税基本法の改正に際して、九州統一され、この規定は承継されなかった。ありがとうございます。